ご覧のように羽毛の飾りがつきました華やかな衣装の耳萩原選手であります。白いレースで縁取りされました黒い衣装のこれはブラック軍団のドンであります。マミ熊野選手が今紹介されました。この試合のレフリーはテリー周平であります。今お客様に対してですね何か悪態をついてますけどもね。そうですね、下からヤジに対してね。そうですね、この辺はいかにもマミ熊野らしいところであります。さて今日はミミとしては大変な相手を迎えました。早くも試合が始まっております。さあ先制攻撃はマミ熊野選手であります。逆転、この件が最近のミミの素晴らしいところであります。いやー先制攻撃をさっとかわしました。さあ早くも場外になるかどうでしょうか。エプロンに出しました。さあおっと鉄柱攻撃であります。早くも鉄柱攻撃が出ました。いやーなかなか両者とも素早い動きだったんですけどもね、はい、やはり反則攻撃といいますかこういった攻撃になりますと一枚マミ熊野選手の方が上のようであります。先ほどもご紹介いたしましたように、ミミ萩原選手としてはオールパシフィック選手権レーラ2回と対戦することが決まってましたね。まあミミにとっては今一番ですね、コンディション作りそういった意味で大切な時期ですね。大切な時期ですね、はい、あともう一月ぐらいしかありませんからね。そうですね、初めての防衛戦ということでねいろいろプレッシャーもあると思うんですけどね、はい、しかも相手がレーラーに帰って大きな選手ですからねその大きな選手どういうふうにこう戦っていくのかっていうのが大きな課題になってくるような気がしますね。新島で、今年は特訓をね、はい、夏場やりましてまた一段と体力にも自信をつけてまいりましたミミ萩原選手であります。ジャッキーやはりミミが大きくなったというのはもうファンの皆さんね一致して、注目しているところなんですけどもね。はい、はい、私もそう思います。ぜひね防衛戦は、はい、勝ってほしいと思いますね。そうですよね、はい、どうですかその可能性は。相手はやはり2倍ぐらい大きいですよレーラ2回は。でもやっぱりね大きさではないですからね。なるほど、やっぱり自分の持ち味を十分出し切れば勝てないってことは決してないと思いますよ。格闘技が大きさだけで決まっちゃうんじゃもう全く決まりませんもんね。そうですね、はい、そういった意味ではミミの第1回の防衛戦大いにファンの間でも話題となっております。注目されるところであります。今日はマミ熊野選手との一戦であります。宮尾さんね、はい、マミ熊野選手がなんとなくヘアスタイルが変わりましてね可愛くなりましたでしょう、短くなって短くなってね、ちょっと女っぽくなりました、ね、女っぽくなりました。でもやることは変わりませんよ。やることは変わりませんけど衣装なんかもですね、はい、今日出てきた時にね、はい、レースの縁取りでしょこれなんか相当変わりましたですよ。艶やかになりましたね、鮮やかになりましたことはシューズもね非常になんか赤と青と黄色というふうになんかねどっかの国旗みたいな、ね、感じがしますけど。しかしまあそれでお客さんとやり合ってんじゃしょうがないんですけどもね。やはりジャッキーね、はい、女子プロレスの場合は、まあ髪の形をね、はい、いろんな風に選手たち変えていくでしょ。そうですね、ジャッキーはまああまり変えなかった方ですけども、はい、ね、はい、どうなんでしょうね。いろんな心境の変化とか、ね、あると思いますよ。やっぱりね自分で反省した時は髪の毛を短く切ったりとか、反省して髪の毛を短く、気合を入れる時に切ったりとかね、あるんですね。それから自己 PR のためにね、はい、髪の毛長ければ痛い目に遭うことは多いわけでしょ。そうか、はい、だけどそれをこらえて自己 PR するみたいな、ね、なるほどね、やっぱり女の人だからそういうところはもう十分気を使ってる。じゃあ耳なんか今やられてますけども相当辛いですね。辛いと思いますよ、ね、髪の毛の長いのは耳としてはこれ自分でお気に入りなんでしょだと思います。でも格闘技の場合はああしてやられますもんね、もう、なるほど、ジャッキーらしい見方ですね。そうですね、そういったのをね、まあ苦しいんですけどもやはり自己を PR するためには少々しょうがないと、はい、やはり美しく見せたいと。そうです ねそれがやはりプロとしての心構えにもつながってくると思いますね。なるほどね、今2人がかりでね、下からデビルがやってるんですけどね、はいはい、やってますがね、その
1対2の変則タッグ風でもね、かなりあの耳がね、はい、落ち着いてやってるんですよね。あーはーはーはー、しかし今思わずあの痛い痛いと悲鳴を上げました耳、萩原選手であります。最近は大きく成長してまいりました。念願の世界タイトルも焼酎に収めました。しっかり貫禄を増してまいりました。耳、萩原選手であります。デビルがやってまいりました。デビルがやってまいりました。下からやってますね。はい、まああのマミ・コマの人は完全にデビル・マサミ選手もこの試合の中に入れようと、そういった作戦のようでありまして、今場外になった上層席の横であります。さあ場外乱闘になりました。例によって場外乱闘であります。今度は向こう側と耳が客席に叩きつけられております。札幌中島体育センター別館、今日は満員であります。さあ、また髪の毛をね、鉄柱になんか結びつけられるような感じで、これは大変であります。自分の髪の毛が短くなったんで、相手の長い髪がややね、そんな感じになるんじゃないでしょうか。まあ、攻撃目標にはされますよね。女の赤い石とかも分かりませんよ、これね。盛んに耳の長い髪を利用しております。反則攻撃に利用しておりますマミ・クマの選手であります。またお客様とやり合っております。耳はちょっと痛い。また髪の毛を掴んでますね。本当に今日は気持ちのせいでしょうか、盛んに耳の髪の毛を掴んでるようですね。今日は多いですね。多いですよね、いつもよりもね。しかしあれだけ引っ張られると今日髪の毛洗うと抜けるでしょうね。宮尾さんの髪の毛じゃありませんから、あまり抜けませんですよ。そうですかね、はい、あれだけ引っ張られたらね、大変ですよね。はい、まあ、あの耳はここでね、上がり方をね、考えないとダメですね。さあカウントが続いております。レフリーがテリー周平です。なるほどね、さすがに慎重ですね。あった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 カウントを数えております。今テリー周平後ろからちょっとつきました。マミ熊野選手であります。後ろからまた髪の毛をやられました。そしてレフリーがやられました。徹底的な反則攻撃であります。いやーデビルマサミ選手出てまいりました。いやーこれは参りました。最近はレスリングの技術面では大きな成長を遂げました耳、萩原選手でありますが、まあ、あの自慢のかっこいい髪の毛をアーディオされてね、反則攻撃をやられたんじゃたまったもんじゃありませんね。そうですね、はい、マミ熊野選手でありますジャッキーね、はい、マミが髪の毛あの短くしましたでしょ、ええ、まあ、あのジャッキーは、その辺のそのマミの心境をですね、どういう風に予想しますか。なぜ短くしたんでしょうね。ちょっとわからない。マミ熊野の反省点は何だったんでしょうか。反省してきたのかどうかはわからないですけどもね、はい、あの私久々見たんですけどね、なんかマミ熊野選手太ったように思うんですよね。そう、なんかかなり太ったと思うんですよね、はいはい、やっぱり夏に向けて、やっぱり自分が鬱陶しい髪の毛をしてたら、やっぱり相手より動きが鈍くなるね、はい、やっぱりそういうことも多少考えてきたのかもしれないですね。さて、宮尾さんはどういう風に想像しますか。そうですね、若干美しくなりたいという希望がさせたのかもしれませんね。そうですか、まあ、最近の女子プロレスはだんあの綺麗になってきましたね。みんなそうですよね、おしゃれっぽくなりましたもんね、綺麗な女の子の声援も多いですからね、はい、それに若干自分もその列に並びたいと。今まではもうあれですよね、試合一ついという感じのマミクマノだったんですが、やや女に目覚めてまいりましたか ね、 そうですね、はい、ただそれがそのレスリングでですね、リングの上でどういうようにですね現れるか、これはちょっと楽しみですね、はい、確かにそういえば今日は本当にカラフルですもんね、シューズにしろ衣装にしろね。さあ耳の方は今日は白い衣装を身につけております。白い衣装のファイティングスーツは最近はもう耳、萩原選手のトレードマークになりました。今日は何ですか、そのせいですかね、あんまりこう激しい反則みたいなの見られませんね。はいはい、まあ、あの盛んに髪の毛をね、重点的に攻めてますけども、使ってますけども、あまり激しい反則攻撃はありません。いつもですと僕らがもう目を覆うばかりの、ねはいはい、反則平気でやりますよ。そうですね、しかしなんてことを言ってますと、そろそろこれから出るんじゃないでしょうか。あ、ちょっと聞こえたかもしれませんね、はい、また場外であーっと思い切ってあの今お腹ですよ、お腹を蹴ってますよ。早くもラフファイトが出ました。さあ鉄柱もあります。あーっとここは本部席であります。本部席に行っております。いや大変ですね。場外乱闘になりますとやはり耳、萩原選手としては苦しいようであります。
さっとリングの上に戻っております。マミ熊野選手、カウントが続けられております。今北村に助けられまして、ようやくリングに上がってまいりましたが、すぐにマミが待ち構えております。エプロンであります。さあ今度は首吊りに行くんでしょうか。放送席の前であります。首吊りの体勢には入ったようであります。首吊りであります。ご覧ください、マミ18番の首吊りが出ました。いやー、徹底的に痛めつけられております。せっかく今日はカラフルなおしゃれっぽい衣装で登場したマミ熊野選手、まあ、それ以上の感じでね、耳が出てきたんでカッとしたんじゃないでしょうかね。相当に痛めつけられております。顔面も汗でびっしょり。新島で世界選手権に備えましてトレーニングを積んでまいりました耳萩原選手でありますが、今日の札幌中島体育センター別館での試合、相手が悪かったようであります。マミ熊野選手、徹底的に耳を痛めつけております。さあ今度はコーナーマットの上、腰を下ろして一番高いところから行きました。これがたまりませんね。いやー、誠に強烈であります。カットするような技、耳よく耐えております。さあ今度はロープに来るか。あーっと逆転だ。しかし逆転もほんの一瞬であります。この辺がジャッキー、やはりマミのうまいところでしょうね。いいですね、はい、とにかくマミの反則とかですね、まああのひどい攻撃だけがファンの間には印象付けられているようですけども、やはりテクニックとしてもあのナンバーワンといいますか、大したものがありますよね。ありますね、反則技と、ね、テクニックとその併用でね、はい、効果が倍化するんですね。かつて池下由美がですね、はい、私の反則はあの単なる反則じゃないんだと、これはもうあの最高のテクニックなんだと豪語したことがありますけどもね、はいはい、やはりマミもそういった感じでね、最近はうまさを身につけてまいりました。さあ今度はどうでしょうか。あーっと、あー、これが最近よくあのミミが見せる技なんですね。バックドロップですね、はい、ロープを利用したバックドロップになってますよね。さあ上からいった。このまま決まるか。ポンの体勢、簡単に決まりました。ロープを利用いたしました。バックドロップ鮮やか、一方的に攻められておりましたミミ萩原選手でありますが、最後はあっという間であります。誠に効果的なバックドロップ。いやー、さすがのマミクマノもたまりませんでした。これは鮮やかでしたね。あっという間でしたね。驚きましたね、スイングというのは分かりませんね。分かりません。終始、マミのペースだと思ってましたけどもね、はい、いつチャンスがあるかなと思ったら一瞬ですね。これあの判定でいけばですね、今まで、はい、